こんにちは、館長チャンネルの館長です。今日は季節の変わり目のこの時期にぴったりな食材をテーマにイラストを描いていきます。季節の変わり目とは土用の期間と言われ、昔から大地が衣替えをする期間と言われています。私たちを支えている大地がデリケートになり、体の不調を起こしやすいのです。今であれば10月21日から11月7日までの間が秋の土用期間になります。なんか体調が優れないと思ったら土用のせいにしてしまいましょう。土用といえば夏の土用、土用のうなぎを連想される方が多いと思いますが、春、夏、秋、冬、すべての季節に土用がありますので、その都度紹介できればと思います。さて、夏の土用はうなぎと言われているように、秋の土用にも土用を乗り切る食材が存在します。それは他のつく食べ物と青い食べ物です。他のつく食べ物は大根、玉ねぎ、卵、タコなど、青い食べ物は青魚のイワシ、サバ、サンマ、他にもたくさん思いつきそうですよね。この10月21日から11月7日までの間は、これらの食材を意識して取り入れると秋の土用を元気に乗り切れると言われています。今日は青い食べ物をテーマに、秋になると食べたくなるサンマの塩焼きを描いていきます。インクの透明水彩は和風の雰囲気ともよく合う気がします。色しずくのインクの竹炭という色は青みがかった黒でして、和風のイラストによく使用しています。水墨画のような雰囲気を醸し出してくれます。他のつく食べ物ということで、大根おろしも一緒に描いていきます。焼き目の色を美味しそうに表現するのが結構難しかったです。パリッとした感じなどもっと出したかった感じもありますが、食べ物イラストは要研究ですね。それでは引き続きペンの音をお楽しみください。はい、こんな感じで
サンマの塩焼きが仕上がりました。ちょっと美味しそうに見えますでしょうか。館長チャンネルではガラスペンイラストのほか、インク紹介、文具紹介など配信しています。いいねボタン、チャンネル登録などしていただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。